どうもボルク派です。ここは石川県の金沢駅、北陸新幹線が金沢まで延伸する前までは、在来線の北陸本線は国鉄型車両の宝庫で475系などの国鉄急行型電車も残っていましたが、2015年にほぼ消滅しました。しかし2021年3月までわずかに北陸本線を走る国鉄型の運用があります。金沢7時26分発の北陸本線普通真っ当行き、この列車は国鉄型の413系が担当となっていて、かなり貴重な運用です。北陸本線を走る国鉄型電車の運用は、金沢5時52分発小松行きと7時26分発の真っ当行きと、それぞれ折り返しの2往復のみ。この2往復は2021年3月から国鉄型ではなくなり、さらに近いうちに大量にある特急列車も金沢では見られなくなるでしょう。こちらは521系、北陸本線の普通列車はほとんどがこの形式です。左は愛の風富山鉄道の車両で金沢より東、右は JR の車両で金沢より西で走っています。こちらが413系北陸本線普通真っ当行き、日曜だけ3両、平日と土曜は6両で運転されます。金沢行きの方は混雑するので6両で通勤通学輸送を担っています。ただ今来た編成は一言で413系とは言ってはいけない車両もいますので、後ほど見ていきます。まずは通常の413系の車内に入っていきます。片側2扉の構造で、中央はクロスシート、ドア付近と車端部はロングシートという構造。ラッシュ時に向いているかというと、残念ながらあんまり向いていなさそうですが、二扉の国鉄近郊型は今はもうかなり貴重なので、鉄オタ受けはするかもしれません。貴重な丸型手すりも残っています。そして今回は前から4両目に連結してあったこちら、さっきの413系とは様子が違います。この車両、クハ455型といって、最後の国鉄急行電車の生き残りとなっています。車両の端っこにある片開きのドアや、大きめのトイレの窓など、まさに急行列車で使用していた形式です。413系は全部で3両6本いますが、そのうち2本は金沢より先頭車がこのように、国鉄急行型電車455系を連結しているという、かつての北陸本線をまだ感じることのできる車両となっています。それではクハ455型の車内へ入っていきます。デッキはなくなり、ドア付近はロングシートとなってしまったものの、急行型っぽいところはかなり残しています。トイレの他にこのように洗面台があるのも急行型の特徴。これまだちゃんと使えるらしいですよ。鉄道車両の様々なものや風景が昭和に戻ったかのような、金沢周辺も2021年3月で終わってしまいます。クロスシートに着席、急行型のクロスシートも他とは少し違って、窓側にも肘掛けがあるのが特徴です。真っ当まで3駅ですが、北陸本線のわずかに残った国鉄急行型電車の旅を楽しんでいきます。
金沢から10分ほどで終点の松任に着いてしまいました。 JR では急行型どころか国鉄型電車も金沢周辺から消え去ってしまうと思うので、最後に北陸本線を国鉄急行型電車で乗れて貴重な体験ができました。それではご視聴ありがとうございました。